ラブカツ TV 川口学です。今日はですね、ついに GR カローラ RZ、 これをですね、行動で試すタイミングを得ました。で、まあもう皆さんにはですね、すでにサーキットでこの車の走りの良さというのをじっくりとご覧になっていただきましたけれども、果たして行動ではどうかというところですね、早速テストしていきたいと思いますけれども、まあ、まずはですね、内外装を簡単にチェックしてからですね、行ってみたいと思います。でまず外観ですけれども、もうフロントから見た時にですね、このワイドなバンパーがすぐに目につくところですね。ファンクショナルマトリックスグリル、これがですねドンと構えていて、サイドに GR のロゴが入っていて、その横にフォグが入っていて、さらにその横にエアインテークが開いているという感じで、ド迫力の顔つきになっております。そしてボンネットにはエアのアウトレットがね、このように入っていて、この下にカバーがついていて、普段は水が入らないようになってますけれども、サーキット走るときにはそれを取り外すこともできるという、そんなですね工夫が凝らされております。そして、はい、このように斜めで見ると、いや、いかついな、相当にいかつい、そんなですねいでたちをしているわけですけれども、まあ、ミラーもですねブラックになっていて、そしてこの車の場合はカーボンルーフ、このマーブルのねカーボンがすごいいいですよね。そしてシャークフィンがブラックになっているということですね。でそのままサイドから見てみますと、このようにサイドもですね、一目でスポーツモデルと分かる、そんなエレメントを用意していることが分かります。まずフロントはこのエアのアウトレット、そしてリアはこの後付けされた感のあるフェンダーですね。これは後で見ていこうと思いますけれども、まずフロントのこのエアのアウトレット、 GR のロゴが入って、その手前にですねブラックのこのアウトレットが入っていて、まあ、当然フェンダーも専用のものになるということですね。そして装着タイヤですけれども、こちらですねアドバンのエペックスの V601 というモデルが入っております。235の 40R18 というサイズですね。そしてホイールはですね、当然 BBS の単造のホイールが入っていて、この細いスポークがまたかっこいいですよね。でさらにその奥には GR のロゴが入ったレッドのですねブレーキキャリパー、そしてスリット入りのですねディスクが備わっているということで、18インチにもうパンパンにですね入っているキャリパーとローターということになります。そして、まあ、サスペンションはですね当然専用セッティングがなされたものになっているということで、サーキットもですね相当に走れるものになっております。ではエンジンもチェックしていきたいと思います。さあこのようにボンネットを開けますと、エアのアウトレットのところにはこのようにカバーがついているわけですね。はい、でこのボルトを緩めてですね外すことができるはずです。で遮音材なんかは入ってないですね。で開けますと、はい、ヘッドにですねカバーがついたこの赤いラインとですね GR のロゴが入ってターボと書いてありますけれども、そしてここはちょっとねカーボン調になってますが、3気筒なので3本のスリットが入っています。 G16E の GTS と呼ばれるこのエンジンですけれども、まあ、GR ヤリスのものと基本的には同じですが、パワーがですね304馬力にアップしているのが特徴ということになります。そして最大トルクは370ニュートン、これはですね GR ヤリスと同じということで、森蔵エディションになるとこれが400ニュートンになるというのが特徴というところです。まあ、エンジンルームはですねタワーバーなんかは入っていませんので、このあたり後からですねパーツがなんか付けられるような、そんなものになっているというところですよね。で組み合わされるトランスミッションは当然マニュアルということになります。ちなみに燃費性能の方は WLTC モードでリッター 12.4 キロということになります。さあそしてリアですけれども、特徴は何といってもこのオーバーフェンダーですよね。かなり後付け感が、ね、あるけど、それがまたいいっていうねオーバーフェンダーでございます。ちなみにサイドステップのここの部分には GR4 の文字が入っておりますけれども、それがこの、はい、ワイドなバンパーを形成して、真後ろから見た時にかなりですねどっしりとしたただものではない見栄えを作り上げているということになるわけですね。ちなみに右側にカローラの文字があって、その横に GR のロゴが入って、そしてなんといってもこの3本出しのねマフラーが相当に迫力あります。で実際にこの音外で聞いてみるとこんな感じです。
さあそしてインテリアをチェックしていこうと思いますけれども、もう皆さんすでにご存知だと思いますが、ブラックとですねレッドでしつらえられたインテリアということでレッドステッチが入っております。そしてこの部分もグロスブラックのですねパーツに変わってますね。非常にシンプルですけどかっこいいです。そして当然スリーペダルということになります。ちなみにスカーフプレートはついてないですね。 GR のロゴの入ったマットがついてるぐらいということです。そしてシートですけれども、こちらですね GR 会社などと同じ専用設計の GR のスポーツシートということで、ここに刺繍が入っていてレッドステッチが入っていて、真ん中はですねこのようにスウェード調になっているというものですね。そしてパンチングが入っていて中が赤いこのようなものになっているので、ブラックとレッドのですねコーディネートがここにもなされているということになります。そしてハンドルはこのように GR のロゴが入っていて、当然レッドステッチが入っていて、さらに、はい、シフトノブにも GR のロゴが入って、そしてレッドのステッチはブーツとシフトレバー、そしてシフトレバーブーツにも入っているというものですね。では乗り込んでみたいと思います。はい、メーターがですねカラーの液晶になっているのが特徴ですよね。エンジンスタートします。ノブという音とともに、はい、このようにですね1回全ての回転のところに赤い帯が入ってから通常のアイドリングの表示に戻るというものになります。そしてこちらはですねディスプレイオーディオですけれども、まあこのサイズだとやっぱりちょっとねでかいかなというのは気になるところではありますよね。でさらに、はい、エアコンの吹き出し口と操作スイッチがあって、そして奥だけ充電とかですねシートヒーターがあって、ドライブモードの切り替え ESP のオフがあって、そしてマニュアルのシフトレバー、そしてこれがですね GR4 の駆動配分を変えるモードですね。今60対40となってますけれども、こちらのダイヤルを後ろに回しますとこのように30対70になります。そしてここのですねプッシュトラックとありますけれども、ここを押すとこのように、はい、トラックモードになるということですね。50対50というところです。では早速走り始めたいと思います。さあ GR カローラ RZ 試乗編ということで行ってみたいと思います。早速走り出しましたけれども、やっぱりねこの本格スポーツモデルの雰囲気というのが一般道でも存分に漂っている、そんなですねこう走り出しですよね。サーキットでめちゃくちゃいい走りを見せてくれて、まあ、モリゾエディションとこの RZ ありますけれども、やっぱりねサーキットで乗った時には当然2シーターにしてトルクもさらに太くして軽量なモリゾエディションの走りは光ってました。まあタイヤもねモリゾエディションの場合はほとんどサーキットタイヤといえるそんなタイヤを使ってたわけですけれども、まあ、それに対してこの RZ の方ですけれども、こちらはですね純粋なる4シーターということもありますし、エンジンのスペックは最高出力こそ304馬力と GR ヤリスの 1.6 リッターの3気筒の直噴ターボ、これに比べると出力が上がっているということですが、最大トルクは同じ370ニュートンということになるわけですよね。でそれに加えて4シーターということもあるし、車両重量も1480キロとなりますし、タイヤはですねアドバンの APEX これを使っております。これはまあいわゆるスポーツタイヤというところですね。モリゾエディションとはまたちょっと違った、一応オンロードの性能もですね見ているタイヤということになるわけで、まあサーキット走行もできますよというバランスを取ったそんなですねタイヤになってるわけですよね。なので、まあ、台数も含めてこちらの方がより一般的なモデルということになりますけれども、まあこちらもね抽選でやっぱりなかなか買えないという人の方が多い1台ではありますが、まあでもねこうして乗ってみると抽選になるだけの価値ある車に仕上がってるぞというのは、もう街中をこうして走ってるだけでも感じるところという部分ですね。実際に街中で乗ってみると乗り心地、これはだから思った以上に悪くないなっていうところは感じる部分で、もっと正直ビリビリした振動とかが入ってくるかなと予測してたんですが、意外にですねそのあたりはうまく抑え込まれてるなっていう印象を受けますね。段差の通過での、 その入力はかなり鋭い部分も時たま出たりするんですけれども、オーバーオールで見るとラブカーズ TV 見てる人であればですね、車好きの視聴者の皆さんであればこれだったら全然許容でしょうというそのぐらいのサスペンションのセットということになります。まあもちろん決してですね乗り心地重視というわけではないので、時たまねハードな部分というのは見せますけれども、にしても普段使いするにあたって
ラブカース TV の視聴者であれば、まあこれは全然いけますよというぐらいのレベルには仕上がっていると思います。なので実際乗っていると、まあ、カメラご覧になっていただいて分かりますように、多少のねこういう上下動みたいなものは入っているとは思いますけれども、基本的にはですね、思ったより全然いけるじゃんという、そんな乗り心地ですね。で、街中でのドライバビリティという部分ですけれども、まあ、この辺りは GR ヤリスと比べると正直ちょっとやっぱり大きくて重いものを動かしている感というのは少し出てきますね。エンジンもパワーこそこちらの方が高いですけれども、トルクはですね一緒ですので、その意味においてはですね、まあ出だし、そして低回転、低速、この辺りのドライバビリティはその高いギアを選んでしまうとちょっと厳しくなってくるかなという部分ですね。まあもともとマニュアルしかないので低いギアですね走ってあげれば全然 OK なんですけれども、まあ、最近のその通常のですねターボエンジンの車でいうと、まあ、大体最大トルクの発生回転が1500とかそこら辺から始まって4000-5000までフラットにトルク出してますみたいな車が多いので、そういった車から比べるとこちらは最大トルクが出るのが3000回転から上なので、こうして乗ってるとね、例えば今40キロぐらいで4速にしちゃうとちょっとやっぱり1500回転ぐらいから踏んでもこんな感じで今全開なんですけど、まあちょっとトルクはね、物足りなさは感じちゃいますよね。まあ60キロぐらいから4速でもちょっとね、反応が踏んでからの一拍置く感じっていうのはね、どうしても出ちゃうのは、まあこれはね 1.6 リッター3気筒っていうところは関係してるかなっていうのはありますよね。だから排気量分のゆとりみたいなものっていうのはなかなか感じるのは難しいところではありますよね。まあね、最近マニュアルの車自体少ないのでですけれども、だいたいねターボエンジン搭載した車で2ペダルだと60キロで6速入ってる車なんかも全然不思議ではないというかね、それぐらいが当たり前になってたりするところなので、その意味においてはですね、まあ、マニュアルだからこそこのトルクでも成立するかなっていうところはありますよね。で今も3速で、ここからですね2000回転から踏み込むと、はい、2500を超えるまではですね、うーんってこう待つ感じっていうのはどうしても出てきますので、このあたりはね、まあ、普段もうちょっとあってもいいかなと思える2500回転以下のトルクというところがやや気になる部分ではありますよね。とはいえそれがゆえに上でめちゃくちゃ力が出るっていう、そのいわゆるですねワインディングとかサーキットを走った時にこそ光る性格を持っているというのも明らかですし、まあ街中でですね多少扱いづらさもある癖のあるエンジンという意味では最近ですね扱いやすい車ばかりになってますので、普段乗りはちょっとムズムズするところはあるけれども、持ってくところを持ってったら楽しい、気持ちいいよっていうところがねマックス得られるという、そんなですね性格ですので、ここをどう取るかっていうのは乗り手次第だから、まあ車自体がもうマニュアルだしそういうところで走るものでしょうと考えているのであれば全く不満はない特性だと思いますけれども、普段乗りももっと扱いやすさが欲しいみたいな人にとってはですね気になる人もいるのかもしれないですよね。だからこの辺りはねやっぱりもともと2リッターの排気量を持っている4気筒の直噴ターボであるシビックなんかと比べると、やっぱシビックなんかの方が低速での扱いやすさっていうのはかなりあるなっていうところはありますよね。まあ、全体的に排気量もそうですけれども余裕がやっぱりありますねというところをですね感じる部分はまあ正直あるかなっていうところですね。ただまあ先ほども言いましたけど、その分ですねその上に行った時のキレの良さとかパワーの出方とかそういったところで良さがありますので、それとの兼ね合いっていうところだと思うんですよね。首都高のこういった渋滞の中で乗ってる時にはまあ3速だとちょっと回転が落ちすぎてしまうところややありかなという部分ですね。まあでも低いギア選べばそんなにドライバービリティの低さみたいなのは感じないところなので、2速あたりでこんな風にして走ってる分には全然ですねいけちゃいますので、まあ2速選んであげればいいと思います。それは、まあ、最近のトレンドからするとっていうところですよね。ついついね矢継ぎ早にシフトアップしたくなる車多いですからね、トルクが下で低かったりするんで、まあ、それと比べるとやっぱりちょっとキープして乗るような感じというのはどうしてもありますね。で乗り心地はこんな感じで、
段差をいろいろ通過してますけれども、多分皆さんも想像以上にそんなに揺れてないかなと思ってる人もいると思います。さあ今みたいにね、回転が高いところで使えると気持ちよくダッシュしていける、そんな感覚がありますね。で車全体やっぱり軽快な感じというのはすごくありますし、足回りも磨き上げられてるなっていう感覚もすごい高いので、そこはいいところですね。で乗り味は基本フラットな感覚があって、まあ、段差を通過した時のですね、そのストローク感はかなり短めな印象だと思います。この見てるねカメラの感じでもそこら辺は分かるかと思いますけれども、まあでも今6速そうですね、結構ギアがクロスなのがやっぱりあるから、巡航してる時はね一番高いギアに入れてまあ巡航したいなと思いますけれども、その時のね回転数やっぱり結構高めになってくるので、まあ、ロングツーリングするようなシーンで100キロ巡航みたいなことを考えると回転はちょっと高めではありますよね。そこもだからやっぱりサーキットベストであることを認識しないとなかなかね厳しいところではありますよね。いやでもねこの段差通過すごいよくできてる。サーキットであんだけ気持ちよく走れたっていうことは足は相当締め上がってるはずなんですけれども、それでもこのぐらいで抑えられてるっていうところがやっぱりこの車のいいところだと思いますし、まあタイヤもアドバンのエーペックスを使ってるので、そのあたりもですね快適性に寄与してる部分もあるんだろうなっていうところですよね。だからこのタイヤもサーキットでも全然不満ないそのグリップを生んでくれるタイヤでしたから、そう考えると思ったよりもタイヤのですね騒音とか振動も少ないので、そこもすごくいいところですね。ただまあカローラ自体ロードノイズっていう意味においては同クラスの車から比べると厳しい部分があって、ここはまあトヨタも認めてるところなんですけれども、先日マイチェンは行われましたが、そこでもなかなかやっぱり音っていう観点で見るとまあ厳しい部分は結構あったかなっていうところですよね。なので路面が静かだといいんですけど、今みたいにこう変わってくるとこれはまあスポーツモデルだから全然許容できますけれども、音はそこそこやっぱり入ってくるっていうのはしょうがないところですよね。そういったステアリングの感触もですね、まあ、割と軽めなところでもっとずしっとしてるかなと思いきや意外にですね軽く回っていって正確性が非常に高いですね。なので狙ったところにピタッとこうつけるような、まあ、まさにこれもサーキットで、ね、しっかりと操作できるようなところを考えて設定された部分だと思いますけれども、それとねエンジン音は最初かけた時だと結構のぶとい音して響くんですよ。重低音がねこう響き渡るんですけれども、実際に走ってるとその排気音自体はですねそんなに聞こえてこないですね。むしろその3気筒エンジンのその音の方が入ってくるような感じで、まあその3気筒エンジンの音も GR ヤリスと比べるとだいぶやっぱり抑えられているのはこのカローラっていうその器の大きさと遮音とかですねそういったものの違いによるところ、これが GR ヤリスとの差だなっていうところで、 GR ヤリスだともっとかけた瞬間からビーンっていう感じのですね振動を伴った、まあ、独特の3気筒サウンドが響いてるんですけれども、このカローラはそこら辺が少し軽減されてるかなというところで、ただし回していくとそのあたりがビーンとこう少し聞こえてくるようなそんなイメージですね。だね GR ヤリスと比べるとやっぱりボディは一回り大きい感じがあるけれども、動き自体は軽快で手の内にある感覚というのは忘れてないところではありますね。とはいえやっぱコンパクトな上に研ぎ澄まされてますので、本当にこう一体感の高さでいうとやっぱり GR ヤリスのその良さっていうのは結構光ってるなというところはありますよね。まあ、だからこの辺り難しいですね。サーキットで乗ってもやっぱり GR ヤリスの方が同じエンジンでパワーは低いけれどもトルク同じで車両重量軽くてコンパクトでオイルベースも短くてみたいなところで言うと、もっとそのスイートスポットは狭いけれども決まった時のその快感とか速さとかで言うとやっぱり GR ヤリスの方が速いので、そこからするとやっぱり大きいボディ長いホイールベースであるがゆえのですね大らかさ、そして同じエンジン積んでてパワーこそ出てますけれども最大トルク同じですから、それがゆえのですねこの動力性能みたいなところで見ると少しですねやっぱり普段使いではその差が出やすいかなっていうところは
どうしてもありますよね。まあ燃費を気にして走る人がどのくらいいるかどうか分かんないですけれども、今首都高で4速で、まあ、制限速度ぐらいを走ってんですけれども、それだと2600回転回ってるんで、この4速2600回転からだったら少し踏めば、まあ、力もスッと出てきてっていうような領域なんですけれども、巡航にしてはやっぱり回転が高いというところはどうしてもありますので、そこは悩ましいところなんですよね。じゃあこれで首都高を6速で巡航すればエンジン回転も2000以下になって燃費的にも悪くないというか、普段使いはまあそうしたいところが多いと思いますけれども、その領域からだとやっぱり前を詰めようと思って踏んでもですね、まあこんな感じなんですね。今全開にしてるんですけれども、なのでこのちょっと小気味よく動きたいってなると、どうしてもね3まで落とさないとこうやってすぐ出てこないんですよね。だから巡航からの踏み直しなんかがすごいやっぱりなかなか大変な部分はちょっとありますね。これね、もう見ていただいて多分ねお分かりの通りだと思いますけれども、そのあたりは。でもあくまで GR カローにとってこの一般道は光り輝くステージじゃないところ、そこをまあ不快感なく走らせることができるっていう意味においては悪くないんですよね。だから悩ましいんですよ、この評価が非常に。まあ、サーキットがねあれだけ楽しいですからね。だから上の回転の負荷が高いところでの光り輝き度合いがやっぱりね相当ありますからね。そこからずるとっていうところですよね。だからこの普段使いはあくまでも性能スペックパフォーマンスが普段でも使えますよというところで、まあ、ちょっと我慢すべき部分はあるかなというところですよね。いやこのね高いエンジン回転でスピード域も上がって、それで今みたいにコーナリングしていった時の気持ちよさはね格別ですからね。じゃあちょっとせっかくなのでモードも、はい、スポーツレディーセットゴー。いやもうやっぱね4000より上がもう本当にすごい伸びがあっていいし、気持ちいいし、車両重量も感じないし、そういうとこですよね。この辺りはいいですね、めっちゃ。ついつい無駄にシフトダウンしてアクセルを踏んでしまうという。さあ、じゃあせっかくなんでここから加速を見てみたいと思います。レディーセットゴー。伸びてきますね。だこのくらい回せるとやっぱ気持ちいいってなりますよね。でコーナリングももうこの程度の速度のコーナリングだったらもう全然楽ちんにコーナリングできるだけの高いハンドリング性能を持ってますからね。そこもいいところですね。この辺りピタッとしてますよね。本当に気持ちいい感覚の姿勢作りもめちゃめちゃうまいし、これは一般道で乗ってもコーナリングがすごい味わえるなっていう感じですよね。やっぱ高回転ですね。高回転でこそ光るその走りっていう感じですね。ちょうど今この辺りのジョイントの通過見てると大体ね分かると思いますけれども、意外にねそう揺れないっていうか、その入力がねあのうまく角を丸めてるところとかがあって、これより段差がもうちょっと出ちゃうとドンってくるところがあったりするんですけれども、この辺りのね今走ってるジョイント系はそんなにビシビシ来ないですよね。それとレーダークルーズがついてますので、はい、マニュアルトランスミッションでも前の車に追従してラインもトレースしてますし、ちゃんとカーブ前警告も出てますし、ただね今6で追従してるんですけれども、車間距離一番短くしてますけれども、この辺りね
なんか難しい感じがする。エンジン回転が2200回転ぐらいなんですけど、これ前の車今いなくなります。これで加速を多分始めるんですけど、ここから伸びていくけ、やっぱりこれだとトルクが足らないから4にしてあげよう。4にしたらどうだ、ここから伸びていくだろう。伸びないここら辺はちょっと穏やかさんな感じですね。で今4で追従してる感じで、ここだともう3500回転まで行ってますんで、今3500回転下がりましたね。これだとすごい前の車に対してすごい追従してる感出るんですけど、これで6にすると当然回転も今2500は切ってるんで、こっからね反応がやっぱりねどうしてもねムズムズしますね。とはいえまあ MT でレーンのトレースもついてますし、アダプティブクルコンもついてますので、そこはいいところですよね。でこれはもちろんマニュアルなんで、下の設定はですね30キロですね、30キロには設定できるので、その30キロ以上出てればアダプティブが使えますけれども、それ以下になると切れるっていうことなので、まあそれはその時はねスピード持ち切ってるから、シフトチェンジするためにクラッチも切りますので、まあ演奏する演奏するってなる心配もあるんですけども、そうじゃなくて30キロ以下で切れちゃうので、クラッチもですね止まる時には切っていきますから、そこはねまあ安心できる部分ではありますよね。さあ湾岸、ここで今制限速度80キロで6速だと2000回転ピッタぐらいですね、ちょっと下回るぐらいかな。なのでこのような巡航している状態から踏み込むと当然反応はめちゃめちゃないです、辛いです。なので80キロとかそのぐらいのスピードでやっぱり巡航している時は、まあ、4ぐらいに入ってないと踏んでからすぐこの加速感が出てこないので、まあ、よく言えば3じゃないと多分出てこないかなっていう感じですよね。なので GR カローラ一般道を使っている時はその踏み直しした時のレスポンスっていうところが、まあ、ちょっとね弱いというのはもうずっと言ってますけれども明らかな部分であります。とはいえあのサーキットで相当高いパフォーマンスを誇った車が、ね、日常使いでまあこれだけ乗れて、まあ、乗り心地も含めて普段使い悪くないところにあるというところにすごく感心をしました。まあね、この辺り石浦選手がサーキットで徹底的に磨いたんで、もうその領域はね相当に美味しい部分がもう満載っていう感じだと思いますけれども、それ以下のですね領域ですよね、日常域領域だと、まあ、少しですね気になるところも多少ありましたよというそんなお話でございました。というわけで今回乗ってきたこの GR カローラですけれども、まあ買えないという部分もねありますけれども、それはさておき車両本体価格525万円、そしてボディカラーのプレシャスメタル、これをはじめとするオプション、これがですね454,850円、こちらでございます。はい、がついて合わせることの574,850円ということで、諸費用込みだと600近い車になってくるというところですね。なかなかに悩ましいですね。まあ買えない車なので、当たったらそれはもうこれはね買って損のない一台だと思いますけれども、普通に言ったとしたら、まあ、ちょっとやっぱり、うん、どうしようかって悩むところはあるのかなと、という部分は少しあるかなと思いました。とはいえあのハイパフォーマンスが街中でも問題なく使えるというそんな一台に仕上がっておりました。最後までご覧いただきどうもありがとうございます。チャンネル登録いただければあなたの次の愛車が見つかるかもしれません。そしてラブカス TV で取り上げてほしい車企画ございましたらコメント欄にリクエストいただければと思います。そしてこの動画への高評価いいねの方も合わせてよろしくお願いいたします。それではまた別の車でお会いしましょう。ラブカス TV 川口学でした。